警察手帳は、警察官、航空護衛官及び、警察職員たる交通巡視員、少年歩道員に装備品として対応される手帳である、以下単に、規則、身分を証明するものとして使用される。少年歩道員に関しては、西日本地区の警察本部においては交通巡視員に、順じて、少年歩道員にも、身分を証明するものとして使用される。 手帳と呼称されるが、2002年10月1日の企画変更以降は、手帳機能を持たずに、身分証明書機能のみを有する。警察手帳は、商標、気象及び、それを保護している、本側部分の総称である。商標は、身分証明書の機能があり、気象は一目で、警察官等であることを示す機能があり、本側部分は商標及び気象を保護する機能がある。 警察手帳は、警察官に採用され、警察学校に入校した時点で手帳とともに、司法警察職員の象徴として対応され、その身分を証明する役割を果たす。退職時には、これを返納する義務を負う。警察手帳は、警察法第68条1項及び同志高令第9条1項で、警察官に対応することが定められ、その正式と取り扱いは、 前日、規則で定められている。同規則によれば、警察手帳は取り扱いを慎重にし、特に指定がなければ常時携帯義務が課され、これは、私服の刑事も例外ではない。着ている衣服に紛失防止紐で常につないで、置かなければならない。また、司法警察職員としての職務を行うにあたり、警察官、皇宮護衛官または交通順視員であることを示す。 必要があるときは、商標及び記書を提示しなければならない。紛失は大問題になることや、勤務時間外の使用でありながら捜査活動中を、装って警察手帳を提示し、有料施設内や、鉄道の料金、運賃などを不正に免れる事例を防ぐため、普通は勤務中のみの形態で、職務時間外は所属長に戻す規則が定められている。例外として、警視庁、 千葉県警察で2006年8月から、兵庫県警察で2008年3月から、勤務時間外で法律の執行を要する事態に、遭遇した場合に備え、自分の責任で厳重に管理することを条件に、勤務時間中、時間外を問わず、手帳の形態が常時認められることになった。日本で、警察手帳の制度ができたのは1875年3月7日に、交付した。 行政警察規則であるがその規格については、調布県で統一されておらず、他の調布県において、捜査活動等に支障が生じた。そこで、内務省は1935年11月26日に、警察手帳規定を制定し、全国統一が図られた。新規則により、様式が、全国統一された、警察手帳は、従来、その名の通り手帳の形状をして、 実際に手帳として書き込みができるようになっていた。表紙には曲実師とその下にその警察官の所属する警察組織の名称がともに金箔押しで記されており、保護のために透明エナメル塗料で表面処理がされていた。表紙をめくった一ページ目に無謀両襟の階級賞が見える冬制服姿の期待予射写真が貼られ、写真と台紙にまたがるように、 規定の浮き出し印が押され、氏名、警視庁警部補などというように、階級、ところ属長、警視庁または、道府県警察本部のこと、職員番号が記されていた。ここから数ページを、高級用紙と言っていた。高級用紙の他は普通のメモ帳が装填されていた。規則第5条で手帳を開いて、身分証明書を提示することが義務付けられていた。ただ現実には、 表紙の朝日賞と警察名を見せるだけで身分証明書提示がなされないことが多く、旧企画手帳の時代を描いたテレビドラマや日本映画でも単に表紙を提示するだけで身分を示しているシーンが多かった。このため身分証明書を提示しないと警察官であることが証明できない現行企画へのデザイン変更に至る。ちなみにドラマや映画の小道具では表紙に 朝日章と警察名ではなく、警察手帳の文字が書かれたものが多く使用されていた。これは、警察関係者に偽造、模造と判断されるような衝突を避ける、盗難悪用を防ぐ、劇中で登場する、警察官の所属に関わらず一種類で済ませるなどの理由で作られた架空のもので、このような想定は実在しない。新デザイン警察手帳の形状2000年3月、 当時続発していた警察不祥事への対策を練るため、警察刷新会議が設置された。同年7月に同会議が発表した緊急提言において、警察官の匿名性が問題視され、警察官の責任所在の明確化を求められた。この提言を受け、名札による個人認識番号の明示とともに、警察官の身分証たる警察手帳のデザイン変更が検討され、 2002年10月1日から新デザインの警察手帳が使用され始めた。新デザインの警察手帳は2002年7月5日に交付された警察手帳規則の一部を改正する規則によりアメリカ合衆国の警察のバッジケースに習い手帳機能をなくして身分証機能のみに特化した。手帳表面に文字やマークは 一切なく内部の高級用紙とメモ帳も廃止されることとなった。手帳としての機能は従前から警察内でもあまり使用されていなかったという事情があるという。手帳を開くとう面らに冬用制服を着装、脱帽で識別証が見える上半身の写真を調布、または印刷し、階級、氏名等を日本語、英語で平気、さらに商標番号を明記し、 ホログラム表示された直径29ミリの朝日章を重複したプラスチック製カード型身分証表、仮面に金属製の気象が配されることとなった。改賃が要因になることで身分を証明する商標部分を提示しやすくなった。表紙に警察官であることを示す文字がなくなったため、警察官であることを証明するには表紙を開いて中を提示する必要があり、同時に 自身の階級、氏名も提示しなければならなくなった。もっともアメリカの警察と違い、バッジには個人番号は入れられていない。なお、あまり知られていない手帳本体の機能としては、上面部分に商標入れのほか名刺入れが装備されている。手帳外皮はドラマや映画等では黒であるが、実際のものは濃い焦げ茶色で、革製である。縦約11センチ。 横約7センチのサイズである。お損防止にビニールカバーがはめられている場合もある。なお、この形状変更に伴い、非指定者に交付されて手帳に貼られた、司法警察員の証を廃止した、県警が多数ある。また、交通巡視員及び、西日本の一部の警察本部の少年歩道員にも、同様式の少年歩道員、交通巡視員手帳の対応が規定されているが、 司法警察職員である警察官が所持する警察手帳と区別するため、気象装着部分の上部に交通巡視員もしくは少年歩道員の文字を金色にて表示している。なお、身分証は階級が変わらない限り更新されないので、承認試験を受けなかったり、受験しても不合格だったりすると、いつまでも交付当時の証明写真のままである。ありがとうございます。